皆様ごきげんよう。私はラム。父は世界を股にかける会社の社長で、私はいわゆる社長令嬢。お金持ちな高校生が通うここソプラノ学園の高校1年生。学級委員長とソプラノ少年団親衛隊隊長として学園の平和を守っている。少し前に出過ぎだわ。ソプラノ少年団様にぶつかってしまうと危険よ。すみません。え？ソプラノ少年団って何？ですって？あなた、ソプラノ少年団を知らないなんて万死に値するわ。ソプラノ少年団とは、ソプラノ学園に通う御曹司4人組のこと。桁違いのお金持ちで超イケメン、学園のアイドルなの。そんなソプラノ少年団様をお支えする生徒の集まりが親衛隊ってこと。よし、そろそろソプラノ少年団様たちが登校されるわね。廊下の道もしっかり歩けるように指示したし、あとは待つだけ。あー、今日は歩きやすいな。なんだかお出迎えされてるみたいで恥ずかしい。私、なんかいいことしたかな。この女、ちょっと、この道は少年団様専用なのよ。少年団様の登校が完了されるまでは通ってはいけないのよ。そうなの？そんなルール知らなかったよ。この子は奏、お金持ち高校ソプラノ学園に通う生徒の一人なんだけれど、他の生徒とはちょっと違う。というのも、実はこの子の家は超貧乏、食事はもやしがメインなんだとか。そのくせソプラノ少年団様には気に入られているし、なんだかつかめない不思議な子。今日は少年団様の制服触っちゃおっかな。ちょっと、前に出過ぎだわ。少年団様にぶつかってしまうわよ。ラムのやつ、またマリと少年団様の間を邪魔して。ムカつく。ちょっと可愛くて委員長だからって威張って、しかも親衛隊の隊長を名乗ってるし、いけすかない女。あんたの代わりなんて私でもできるんだから。そうだ、こうすればいいじゃん。ソプラノ少年団様。ソプラノ少年団様はリーダー格のアルト様、成田様、カエリ様、カジノ様の4人。皆様個性豊かで、女子生徒もそれぞれ推しがいたり箱推しだったり。あの子ぶつかるわ、危ない。ちょっとそこのあなた、そこはソプラノ少年団様が歩く場所よ。はみ出したら邪魔だし迷惑でしょ。え、あ、ラムちゃんのサポート役の子、初めて見たな。はーい、私マリって言います。少年団様の快適な学園生活のためにマリ頑張りますので、ぜひいつでもお声掛けください。そうか。ちょっと、あの子ずるい。突然出てきたけど、この子は一体。よし、少年団のみんなも通り過ぎたし、ちょっと横切るくらいいいよね。ちょっと、そこはソプラノ少年団様の道よ。私の許可なく横切ろうとしてるんじゃないわ。やあ、危ない。え、かなで、やばい、隠れろ。おいおい、こんななんもないところでこけるとかあるのかよ。さすがかなでちゃんだね。違うよ、あの子が後ろから。あれ、いない。かなでは天然だな。今に始まったことじゃないだろ。少年団様に私が転ばそうとしたってバレるってことだった。危ない。でも気づいたわ、あのラムの真似をすれば気軽に少年団様とお話できる。これを利用しない手はない。教室。今朝のマリって子、ラムと仲がいいの？ラムの真似してたみたいだけど。いや、今日初めて認識したくらいよ。私も困惑してるの。そう、あのマリちゃんって子、私あのマリちゃんに押された気がしてて。え？気づいたらマリちゃんがいなくなってたの。きっと忍者か何かの末裔かも。そうかもしれないわね。相変わらずこの子は天然ね。悩みがなさそうで何よりだわ。きっと私の真似で他の女子を注意してるのよね。少年団様の快適な学園生活を一緒にサポートできるのはいいのだけど、あの子の行動はなんか嫌な予感がするのよね。何より私がこれまで必死に頑張ってきたことを適当に真似されるのはちょっと気分が良くないわ。注意はするけど
私はあんなにひどい言い方はしないわよ。でもマリちゃんとラムちゃんは似てないね。ね？ラムちゃんは厳しく注意はするし怖いけど、どの注意もその人や少年団のことを思ってるのが伝わってくるし。かなで、確かにね。やっぱり隊長はラムちゃんだね。別に褒めても何も出ないわよ。かなでは貧乏だし少年団様への態度も気に入らないけど、こういうところが憎めないのよね。その日の学校終わり、少年団様の皆様はリムジンの車内で優雅なおしゃべりタイム。今日は奏が何もないとこでこけたり、面白いことが多かったな。あのマリちゃんって子、あの子も独特だったね。ラムの真似事してるだけだろ。確かにな、ラムの存在は俺たちにとって唯一無二だからな。僕たちはラムちゃんに助けられてるよね。ラムが他の女子を統率してくれなければまともに廊下も歩けない時あるからな。ラムはできる女だと思う。カイリ、お前やけにラムのこと褒めるな。そうか、普通に思ったことを言っただけだ。こいつ無自覚か。その翌日ラムと同じ髪型にしてきちゃった。ついでに制服の着こなしも完全コピー。これで私はますますラムのポジションに近づいたはず。むむでさえ、そう面白すぎる。あなたたち、もうすぐソプラノ少年団様が来るのよ。そこをどきなさい。ごめんなさいラムちゃん。まったく、これだから本当に少年団様のことを思えてない親衛隊はダメね。誰？すみません、ラムちゃんっぽく見えるけど、私の言うことを全員が聞いてくれる。周りの人間が自分にひれ伏すこの感じ、快適なんですけど。その日からマリは私の真似に味を占めたようで、少年団様関係なく他の女子生徒に上から目線な態度を取り始めた。ちょっと私の前に立たないで、邪魔よ。私の真似というよりもただの横暴な女の子じゃないの。そこの貧乏人、堂々と道の真ん中を歩くんじゃないわよ。そこは私の道よ、橋を歩きなさい。え、ラムちゃんが黒髪じゃない、マリちゃん。マリちゃん、ラムちゃんのファンなの？違うわよ、どうだの、イメちゃんよ、イメちゃん。文句あるわけないけど、やっぱりこれってなりすましの術。やっぱりマリちゃんって忍者の末裔なんだ。ちょっと、あんたラムさんじゃないし偉そうにしないでよ。ねえ、私に向かってなんてこと。何よ、見た目もすっくりだし言い方も態度もラムそのもののはずなのに、なんでみんな私に口答えしてくるわけ。もっとラムに近づくべきなの。その翌日からエスカレートしていくのだった。ああ、ラム、そのバッグ私とおそろだ。なんだか私たち好みが似てるのかな。え、プニーのカバンっていいよね。高級なだけあって質もいいし。なんで今度は持ち物まで真似し始めた。一体何が目的なの。持ち物まで真似した私はさらにラムに近づくはず。他の女子生徒も私と本物のラムの区別がつかないでしょ。このまま行けば私はラムのポジションになれる。委員長も隊長もよくだるよ。あ、それプップニのカバンだよね。奏、余計なことを。プップニって高級ブランドのデザインを模倣してるあのプチブランド。そう、これうちのお母さんがこの前買ってたのと一緒。500円ですっごく買いやすいの。くそ、私も社長の娘とはいえパパの会社は中小企業、お小遣いじゃプンニが買えなかったのよ。くぬったら作戦変更。そうよ、今時ブランド物のバッグを持つのはダサいし。ダサい？最近はプチプラアイテムをうまく使ってこそおしゃれ上級者なんだし、この学園を率いる親衛隊隊長としては時代遅れなんじゃない。まってことは安いものだらけの私はおしゃれ上級者。もう我慢できない。何を持ってようが私の勝手でしょ。それに親衛隊隊長はソプラノ少年団様をお守りするためにやってる仕事よ。私のセンスなどとは関係ないわ。っていうか、そもそも親衛隊の隊長って誰が決めたの。ラムちゃんが勝手に言ってることだよね。え、
隊長だからって偉そうに他の子に注意して自分はちゃっかり少年団様に近づこうって魂胆でしょ。そんなわけ。でも実際にラムは少年団様と近づけてるわけだし狙ってたんでしょ。最低。確かにラムは少年団様に認知されてるし特別扱いされてるよね。いつも私たちに注意してるけど他の女子は牽制して自分だけ少年団様に近づくとか。私はただソプラノ少年団様に迷惑がかからないようにと思って決して私利私欲のためでは。そんな、みんな私の存在に不満を持ってたってこと。ラムちゃん。親衛隊のみんなの気持ちを聞いて私は自分の行動に自信が持てなくなってしまった。私は別に抜け駆けしようという気持ちはなくて、ただ少年団の皆様と親衛隊のみんなが気持ちよく交流できるように整えたくて。でも私が少年団様に特別に認知していただいているのも事実。私のやり方は間違っていたの。ラッキー、他の生徒のラムへの信頼が揺らいでるわ。あと一押しでラムの座は私のものよ。そして翌日、髪色もバッチリラムのピンク色と合わせてきたわ。これで私はもうどこから見てもラムでしょ。ちょっとラム、髪の毛の色が私と一緒。今日から私がラムになるわ。だからもうあんたはいらないの。何を言ってるの。私が親衛隊の隊長になったらあんたみたいに少年団様を独り占めしたりしない。他の女子生徒とソプラノ少年団様の交流会を開催したりみんなのためになることをするわ。少年団様との交流会絶対参加したい。ソプラノ少年団様とお近づきになれるの。それならマリが親衛隊長でいいよ。ラムよりマリの方がいい。みんな交流会ってそれは少年団様に迷惑じゃん。この私の勝手な判断は親衛隊のみんなの気持ちを踏みにじってたってこと。マリの言う通り私は親衛隊の隊長にふさわしくないのかも。ラム落ちたり。まあ私が隊長になっても交流会なんて開くわけないけど、少年団様とお近づきになるのは私一人で十分なんだから。おはよう。こっちはラムちゃんの真似したマリちゃんか。びっくりした。はあ、その髪って甘露寺さんのカツラ。いいなあ、私も欲しかったやつだ。真似じゃないわよ。今日から私がラムとして親衛隊の隊長をやってくんだから。そこのラムはもうお払い箱なの。奏のやつ、いつも天然で空気読まないんだからカツラもバラすとか。あ、マリちゃんはマリちゃんだしラムちゃんはラムちゃんだよね。マリちゃんがラムちゃんになることできないよ。奏で、ね、もしかして忍者修行の一つ、ラムちゃんの影武者になるってこと。違うわよ。そうじゃなくて私がラムのポジションは。奏の言う通りだな。ソプラノ少年団様。ソプラノ少年団様。少年団様おはようございます。マリ改め今日からラムとして隊長を務めます。何かあったらまず私にお声掛けくださいね。これで他のモブ女子より一歩リードよ。お前がラムのわけないだろ。まず顔が全然。アルト、ヨシのことを言うのは失礼だよ。でもアルトの言う通り、お前がラムじゃないのは一目瞭然だ。というかお前にラムちゃんの代わりは無理だ。どうして。髪の毛も見た目も一緒にしたし。あ、隊長としての仕事ですか。ラムの代わりなんて簡単ですよ。私なら楽勝です。少年団様の近くに他の女子を近づけたりしませんし。任せてください。お前はラムの表面的な部分しか真似できてない。ラムは俺たちが学園生活を快適に送れるように考えてくれてる。他の女子生徒たちの前でむやみに話しかけてこないのも他のやつの気持ちを考えてるからだろう。え、そういえばラムから少年団様に声かけてる姿ってあまり見てないかも。カフィリ様、私のことそこまで見てくださってたなんて。お前は俺たちに近づこうって下心が見え見えなんだよ。え、そんなんで親衛隊の隊長が務まるわけがないだろう。よかった、やっぱりソプラノ少年団のみんなはラムちゃんが頑張ってること気づいてるよね。確かに
ラムちゃんの注意は厳しいけど、抜け駆けしたりしたことないし、ずるいなって思うことはなかったよね。まずい、親衛隊たちの気持ちがラムに傾いてる。っていうか、さっき真っ先に少年団様にアピールしてたマリこそずるいでしょ。そうよそうよ、他の女子は近づけないとか言ってたし、あんたこそラムさんの真似して隊長になって抜け駆けするつもりでしょ。なんなのよ、ラムラムってみんな気持ち悪い。もういいわよ、親衛隊隊長なんて別になりたくないし。ふんだ。あなたちょっと待ちなさい。あ、ここはソプラノ少年団様の通り道よ。自分の感情に振り回されてその道を汚すなんて。まだまだ隊長には遠く及ばないどころか、親衛隊としての心得もなってないわね。あなたに隊長なんて務まるわけがないわ。かっこいい。ラムを学校から追い出すとしたら、俺たちも黙ってないと思うぞ。ごめんなさい、もうしませんから。少年団様の皆様、私なんかのために。こうしてマリによる私のまねっこ騒動は幕を閉じたのでした。その後マリはおとなしく学園生活を送っている。ソプラノ少年団様の言葉が効いたのか、私や少年団様から逃げ回っているみたい。私は他の女子生徒からの要望もあり、親衛隊隊長を続けている。そろそろ少年団様が来るわ、道を開けて。はーい。ソプラノ少年団様が楽しい学園生活を送れるように、そして女子生徒たちの気持ちを大切にしながら隊長としての務めを全うしたいと思う。そうだ、この時間帯は真ん中の道は少年団用だってラムちゃんに言われてたんだった。危ない危ない。この子の面倒も見てあげなくちゃね。ラムよ、かなでです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。親衛隊の隊長って大変なんだね。好きでやってることだから頑張れるのよ。かっこいい。かなでも親衛隊に入る？考えておく。断ったら怒られそうだもんね。よかったらみんな動画の感想コメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援してちょうだい。また会いましょう。